はい、いつもですね、ご視聴ありがとうございます。はい、帰ってきましてですね、はい、それでですね、ちょっとリツイートしてあるんですけど、ツイッター速報さんね、ツイッター速報っていうのはいっぱいアカウントがいっぱいあるのかな、結構あるんですよね。で、まあ、くだらないのも多いんですけど、くだらないっていう、うん、ね、なんかね、なんかちょっとでも面白ければね、このアクセスが取れるからね、うん、まあそれでね、お金稼いでるんだと思うんですけどね、うん、まあそれはね、面白いことは面白いんでね、うん、で、まあツイッターね、くだらないのが非常に多いんですけど、まあ、私もね、なんかね、見ちゃうんですね、うん、で、まあ、にゃんこさんも見ちゃうですね、はい、そういうことでですね、で、まあそのね、くだらないのはもうスルーしてね、うん、まあね、うん、ただね、結構ね、ツイッター速報ね、いい記事がね、うんうん、結構出てきますんね、うん、まあまあ、ヤフーニュースとかがね、そういうの撮ってるからね、はい、それでですね、まあ、お金のですね、記事が出てきて、どっかの、ちょっと今はっきり言えないです、まあ、リツイートしてあるので、これ、ノートっていうブログに、うん、全部書きますけどね、あと西田敏行さんのね、西田敏行さんとか、あとは、うん、まあね、あ、移民のね、移民の、もうなんだっけ、何百万人かになったらしいですね。うん。はい。それでね、それテレビでやったんですね。うん。まあ実際はね、それより多いと思いますね。テレビでやった数字よりも多いと思いますね、私はね。うん。これもう、何でもね、何でもそうだと思いますね。どんなことでもね。うん、まあ、少ないってことはね、結構ないんじゃないですかね。うん、まあまあ、まあね、場合によりますけどね、はいはい、まあ、全部とは言わないですけどね。はい、ですからね、まあこれのね、うん、あと、まあニュースっていうものをね、全てですね、まあ、裏側を考えないといけないんですけども、まあ、ヤフーニュースも含めね、うん、ヤフーニュースもね、まあどうなんでしょうね。まあヤフーっていうのはね、孫正義さんですかね。うん。孫正義さんといえばね、なんとか共産党ね、なんとか共産党ね。はい。中のね、中の国のね。で、これもういっぱい出てますからね。はい。で、ソフトバンクはね、大赤字とね。どうなっちゃうんですよね。はい。でも平気みたいですね。まあね。国が援助すればね、はい、まあ問題ないわけですけどね、通貨発行権ね、通貨発行権、お金はただの紙ね、はい、お金はただの紙ですね、で、国債っていうのもね、紙ですね、うん、紙ですからね、紙ですよね、紙だったり、あとはもうデジタルだったらデジタルですね、もうデジタルだったら完全存在しない、ただの数字ですからね、はい、もうね、電気が切れたら終わりですね。はい、それずっと私長いこと言ってきましたね。うん、このすべての、ね、電力をね、みんなでね、電線切ればね、お金というものはなくなりますからね。はい。まあ、それはなかなか難しいかもしれないですけどね。うん。うん、結構ね、痛みも伴いますからね。はい。それでですね、本題ね、500円がね、500円じゃないんですけど、500って書いてあるね、外国のコインね、これがなんか出回ってるっていう記事が出てきたんですよ。うん。それで、もう、大昔から言ってます通りですね。まあ、この ATM っていう機械ですね。うん。これはお札のですね、何を認識するのかっていうことでね、民間の会社が作ってますね、そういうね。券売機のね、自動販売機から何からね、そういう機械ね、お札とかコインをね、認識する。はい。だからこの正体がね、分かっちゃえばですね、これがインターネットに出ればね、もう経済っていうのはね、もう一発で、うん、終わるんですよね。崩壊するんですよね。ああ、そうなんだってね。その情報はね、うん、まあ出てんのかもしれない。どっかで出てんのかもしれないですけどね。うん、これは私が長年言ってきてるんですけどね。うん。それでね、経済崩壊していいんですよね。それで崩壊したらですね、
まあ、お金のない世界をね、お金っていうものない世界を作れればいいんです、うん、庶民は何にも困らないんですよ。もう物質はいくらでもあるし、うん、水道代がね、いくらとかね、おかしいんですよ。水なんてただですね、うん、おかしいんですよ、おかしいんですよ。それはお金かかりますよ、それは、うん、かかるでしょ。それはかかったところでね、本当にね、もうビビたるもん金額だと思いますね。うん、うん、はい。だからね、まあ、公務員がね、まあ、こうね、もう本当に、なんですかね、もう年金からね、税金とかね、年金から税金、これみんな怒ってますね。はい。もうすごい怒ってますね。吉幾三さんがね、言っちゃったからね。はい。これはもう相当な人がね、認識してますね。はい。それから国民健康保険料ね、なんか100万、百何十万とかね。国民健康保険料だけでな、年間な、百何十万ですね。うん。あと水道代がなんだ、月30万とか、電気代がなんかね、なんかね、北海道の方高いらしいですね。うん。そんなのね、本当にね、もうフリーエネルギーね、表が出てるんで、表が出てるんですよね。うん。その表ね、表、それもリツイートしてありますけどね。うん。それなんて説明すればいいかわかんないですけどね。うん。もうフリーエネルギーね、いっぱい出てるんですね。はい。はい。まあね、英語検索してね、英語でね。はい。英語も、日本語だけでもね、相当出てきますね。はい。いろいろ、もういろいろ出てきます。はい。はい。あと、雲を作る機械とかね。私も長いことね、やってますけどね。うん。雲を作る機械だけはもう、あれ本当だからね。もう、あれもちゃんともうバッチリ出ちゃってますからね。うん。あれはもう、陰謀とかじゃないから。すごい簡単に雲を作ってる。だから水と水蒸気と、氷。水と水蒸気と氷は同じ物質ということでね。量子力学のことをね、ずっと喋ってきましたけどね。はい。それでね、まあ、キューティーハニーね。空中元素固定、空中元素固定ですね。空中元素固定ってのできるわけですね。水と水蒸気とね、はい、氷ということでね、はい、それを考えていただければね、うん、もう自然がそれやってくれてるんだからね。だからこの原則をですね、うん、使えばね、空中元素固定がね、あ、なんか買っていこうかな。まあいいや、今日は。はい、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 そういうことでですね、なんかね、キャベツにはまりましたね、もうすっかりね。もうキャベツってすごいなと思ってね。うん、キャベツ食べよう、帰ってね。はい。キャベツとね、玉ねぎのスープね。はい、はい、どうもすいません。はい。それでですね、なかなか本題に行かないですね。500円のね、500円の、500円玉のね、外国のやつね。で、500って書いてあるんですよ。500しか書いてないんですよ。うん、あと、作られた年。うん、それね、写真見ればわかるんですよ、うん。それがね、価値がね、10分の1らしいんですね。つまり、10倍っていうかね、うん、それが交換してくれんならね、500円で、その500の効果が10倍、10枚手に入るってことですね。はい、でそれが、そこが問題で今日のポイントでね、はい。それが、これ自動販売機とかで使えちゃうのかどうか、500円玉として認識してね、使えるのかどうかなんですよ。うん。だからこれね、偽コインじゃないからね。偽じゃないからね、外国のただの通貨ですからね。うん。ただそれ出てきてるってことは、どっかで使えてるんでしょうね。どっかで使えてなきゃね、出てこないからね、ツイッター速報で。はい。そうですよね。だからね、そこがね、ちょっと、そっからきっかけでですね、この経済っていうのがね、崩壊ね、できればね、うん。だから何を認識してるのかなんですね、うん。切符の、電車の切符のね、機械とかね、自動販売機とかね、うん、で、そういうことなんですよ。うん。あとはね、うん、いろいろね、それがね、分かっちゃえばね、
分かっちゃえばね、うん、はい、ルパン三世、カリオストロの城ですね、ルパン三世カリオストロの城、うん、カリオストロの城でいいのかな、ちょっと間違ってたらすみません、はい、はい、あ、最近弾いてないですね、その曲ね、はい、はい、そういうことでね、ちょっと録音、させていただきましたね、はい、これね、ちょっとノートっていう記事に書いてね、ちょっと時間かかりますけどね、このメインチャンネルはね、まだ説明のとこ書けるのでですね、うん、まだまだ大丈夫ですね、うん、何百本かね、ちょっと動画消したんですけどね、うん、でもっと消そうかと思ってるんですけど、まあ今のところ大丈夫だからね、まあ放置でね、はい、はい、まあ、こういうおしゃべり動画ね、よっぽどのこと言わなければね、うん、まああれでね、あれで前引っかかっちゃったけどね、津久井やまゆり園ね、インチキ津久井やまゆり園ね、私のトップページに書いてありますけどね、インチキ津久井やまゆり園ね、これやばいですね、はい、はい、まあそれ以来はね、それ以降はないですからね、はい、はい、そういうことでね、はい、あ、サンダーバードね、サンダーバードね、あの動画も随分動かしていただいてね、うん、サンダーバードね、はい、スペース X ね、はい、はい、まあそういうことでも何でもいいしね、うん、うん、この間ね、火星のやつ撮りましたね、火星のね、火星のね、うん、カメラマンさんが偉いっていうね、はい、はい、はい、あと肉まんね、肉まん、そうそうそう、肉まんもう一本撮ろうね、肉まんのね、私がやってるわけじゃないのにね、うん。ね、ハエを巻き込んでね、うん、ハエを食べてるって動画ね、低評価がつくんですよ。うん、でこれはなんかね、まあセブンイレブン関係の人とかそうかそういう人かもしれないですね。わかんないですけど、肉まん作ってる会社と人とかね、うん、わかんないけどね、なんか低評価がどんどんつくからね、もう一本ね今この後撮りますね。はいはいはい、面白いですね。はい、はい、ね、でもこれ事実だからね。事実だからね、補修速報さんっていうね、ツイッターアカウントに、うん、出てきてるんですからね、このノートっていうブログ書きましたね、肉まんね、はい、はい、どうもすいません、はい、失礼します。